広々として果てしない大海原を前にするとき、人々は雄大な気持ちになって、ふとこの海の向こうへ渡ってみたいという気持ちになるであろう。ここで旅の宿から日立の海、雄大な太平洋を望んで歌った二人。幕末から明治大正時代の漢詩家、三島忠秀の磯浜望洋楼に登ると、江戸末期の勤王家吉田松陰の磯原各社を鑑賞してみよう。夜登る百尺海湾の楼曲目いずれの変化外然たちまち発生遠征の心ざし月は白し東洋万